なんかねユタボン君ですかねねですずいぶん前のことですけども学校に行くと他のクラスメイトがなんかロボットみたいに見えたからこんなとこ行っちゃダメだって感じたらしいんですけども、まあ、それに対してねユタボン君には直接多分伝わってないんでしょうけどもあのそういうふうにしか周りの人が見えなくなるその人を見る目が養われてないよねっていうふうな、まあ、意見もあったんですよね。確かに人間の営みって あのその大小はあれねでもなんかねすごく無別な意味を込めてのかどうかわかんないですけどもその一部分を切り取ってクラスメイトがみんなロボットみたいに見えたっていうのはどこを見てるのかなと喜怒哀楽あるし理不尽なことをしてるしいたずらもするしね間違いもするしで漫画も好きだしなんか十分子供っぽい不規則な活動してる子供じゃないかなと。 いうふうふに想像すするんですけどもね、うん、自分だけはロボットじゃなくて優れた思考を持っているっていうふうなことが言いたかったんでしょうけども結局その後学校に通ったり何だりしてるというところを見るとね、うんまあ、自分で言った言葉に、まあ、縛られちゃうことがあるんで、うん、なんだろうねまあそれでもいいのかなと。お前こう言ってたじゃないかよって言ったけど考えが変わったって言えばいいんですからね。で今回何が言いたいかっていたかうとその 守るべき常識と守る必要のない常識とかあと少しずつ壊していく常識常識にもいろんなねグラデーションがあるんだろうなと思うんですよ。やっぱりこう常識を守ってばかりではリノベーションが起きないんである時は常識では考えられないようなことが賞賛されたりとかねなんかあるわけですしで常識に縛られるなってみんな言うんですけども結局常識に縛られてお互いマスクしたりとか一生懸命ワクチン打ったりとかね世の中の風潮に流されてるわけですからね。 あんまり細かいことを気にせずにねいや矛盾をはらんでるのが人間なんですよみたいな感じで <laughs> ごまかしていけばいいんじゃないかなと思ったり思わなかったり言ってらっしゃい